2号艇で登場の深井利久選手にお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コンテストどうですか、仕上がり具合ここまで。そうですね、バランスが取れて、まあ、上位の足だと思います、はい。もう少し欲しい部分とかありますか。今のところ、まあ、現状では、まあ、このままキープで、はい。乗り心地とかどうですか。乗り心地はもうだいぶ良くなってると思います、はい。じゃあ今日は1日時間あるんですけど、微調整の範囲で。そうですね、もう気温に合わせた微調整で、はい、はい、行きます。スタートなんですけど、今節決まり具合どうですか、ご自身で。そうですね、自分が思っているよりちょっと届いてない時が多いので、まあ、一定心を目標にいければいいかなと思ってます。はい、わかりました。2号艇ということでね、コース含めてどんなレースになりそうですか。そうですね、まあ2号艇なんで、まあ、2コースから、まあ、展開つけるかなっていうところですかね、はい。1号艇がちょっといい仕上がりみたいなんでね。そうですね、ちょっと向こうもよく出てると思うんで、はい、まあ、スタートもまず遅れないように、であとは展開見て、はい、考えます。はい、わかりました。それでは最後に、ね、もう一言ファンの方意気込みよろしくお願いします。一生懸命走って、まあ、優勝できるチャンスがあると思うんで、はい、行かせるように頑張ります。応援してください。